ドイ会に興味はありますか？ドイ会あるの？ドイ会っていうのは、うん、まあ会っていうほどのものじゃないですけど、ああうちで若手を誘って飯食うみたいな、開催してんだ、なんかのがドイ会みたいになっちゃったんです。ああ、まあ、俺が主催したからね。ああ、でこれは今年始まったわけじゃなくて、ああ前から前々からちょっとやってたんですよ。なるほど。その初期メンバーが上田直道と久保田和恵と三沢健太で、なんかなんだろうな、カスネか直道を呼んだんですよ。で2人でもあれだから、他じゃあ他も呼ぼうかってなってそうなったんですよ。で、まあ、第2期があって、安西、三沢、犬飼だったんですよ。去年ですね、去年ね。で今年はそこで白髪も入って誕生日が続いてたから、 お祝いしたりしてたら、インスタにあげましょうよってなって、土井会みたいになったんですよ。なるほどね、うん。それまでは別に同意会っていう感じじゃなかったんだけど、うちに招待して飯食ってただけっていう話だったんですけど、なんか大きな食事会みたいになっちゃって、家で毎回、いや、あ、そんなこともない、そう別に、あ、そのインスタに乗った時のメンバーで同意会みたいになっちゃったんですけど、なんかその時はその時で、まあ、バラバラだし、そこに名護が来る時もあるし、なるほどね。小泉とかもう参戦してきたし、誰かっていうのはないですけど、俺がみんなを誘って飯に行くみたいなのが定期的にあるんですけど、なるほど。じゃあそれに興味あるかっていう、来年ぐらいに来年あたり、じゃあ1回ぐらい年上行っていいの？そもそも全然いいですよ、全然いいですよ。あ、そう、内田さんとか、なんか、俺呼ばれてないみたいなこと言ってくれるんですよ。いいなみたいな、俺呼ばれてないなみたいなっていう先輩もいます。なるほど。っていうのだけは言っときます。分かった。じゃあ、だから習得来年興味はあるから、興味はあるよ。来るか来る、来ないかじゃなくて、興味はあるかって。興味はじゃああるから来年とりあえず誘ってもらって。興味あるらしいです。よかったよかったよかった。はい、次行きます。はい、じゃじゃん。お互いのいいところを褒め合ってください。これいっぱいあるよ俺。シュート君ってなんか俺とイメージ一緒だと思うんですよ、そのファンの人から見たら。ルックスがあって、いやいや、けどけどおとなしめというか、あんまりこうはっちゃけるタイプじゃないじゃないですか、うん、俺は知られてないけどこうはっちゃける、ね、はっちゃけるタイプじゃないですか俺結構そうだねK もクールで、静かで、物静かで、そんなボケとか三つ押さえた時ボケしかしてないもんね、 ねボケてなんぼだもんね。そうタイプなんですけど、シュート君もそういう感じだと思うんですよ。結構喋るんですよシュート君。でそこがこれね、ケンの時とも一緒だけど、ギャップずるい。あ、そうなの。こうシラも言ってたんですけど、シュート君ってこう喋りかけたら、こう何倍にも返ってくるんだ。だからそう本当は喋りたいんだろうなみたいな、シュート君も別にこう喋らないわけじゃないと。多分ね、俺自分から喋るのは苦手なんだよ。こっちからこう話題だったり振ってあげたら、シュート君帰ってくるんだっていうのを知らない言ってたの。でそういうタイプです意外と。だからヒロ君がいたらね、そうだね、まあ確かにああいうタイプがいると、めちゃくちゃいじられるって言ってましたね。めちゃくちゃいじるもんね。なかなかこうやっぱりシュート君も年齢チーム内で高めだから、まあ、そうなんだよ、それもあるんだよ。いじるしてなくて、シュート君とヒロ君はためだったからね。大鬼のようにうるさいぐらいいじってくるからね、もういいよっていう。まあ、シュート君もおしゃべりです、結構こう見えてずるいよね。でもなんかそれは何ですか、作ってんですか。作ってない。だから俺ね、で家でも結構静かだもん。だから家族の人が喋ってくれないとあんまりこう、嫁さんが結構喋るから。ああ、じゃあいいですね。そうそう、それバランス取れてるんだけど、10喋ったら2ぐらい返すみたいな基本的にはそうなの俺、ね、なんかあります、自分でここ嫌いなとこみたいな。嫌いなところないでしょ。いや、あるよ。性格とか、いやいや、新しいとこに行った時に溶け込むっていう意味では苦手だよね。でも結構一人で飯行ったりするんですよ、シュート君って。俺行く行く、昼飯とか。俺が一人で行った時もこう一緒の店にいたりするんですよ、たまにシュート君が。え、ちょっと待って、シュート君誘ってよみたいな。ショーマンいいとこはね、ボケれる。でもそれはサポーターは多分知らないよ。知らないです。知らないよね。この前の回も言ったんですけど、例えばファンカンとか、やってくれって言われても、やれないでしょ。やれないそうだよね。
そのイメージないもんな。あのチームメイトとか、うん、家族とか、うん、ボケてしかいないじゃん。だったらもうそうなんですよ、もう本当にふざけてしかいない、ふざけてしかいないじゃん。三尾さんなんか行った時は、うん、超まなんかやって、なんかやって無茶ぶり、無茶ぶりもいいと思うんですよ。でもそれでやるからね、しょうもね。それで、うん、やってやるんですよ、土井は、うん、あのそこすごいよ、受けるか受けないか、うん、関係ない土井は、うんうんね、やるかやらないかやるもんね。だそこはね強いなと思う。シュート君がいつも、あもう一個あった、シュート君のいいところは、うん、ボケてシーンってなったことに対して笑ってくれるんですよ、シュート君は。でそれ翔馬よしって言うもんね。よし笑ってくれた。これがどういう意味だからっていやでもねそこはね羨ましいよ。俺できないもん。いやマジで俺ねボケれないからマジで。それはすごいなと思うの込めての笑い。あそんしてるのか特徴とか分かんないですけど次行こうか、はい、次行きましょう。ちょっとシュート君愛がちょっと強かった。仲のいい選手は、仲のいい選手、そうだね。じゃあもうあれしましょう、うん、もう本当に一番みたいな人決めてください今日ここでこの人一番。シュート君はもうみんな仲いい、仲いい、みんなもう誰とも仲いいみたいなのがあるから、うん、仲いい、その中でも、うん、俺はこいつが仲いいと思ってます、うん、俺が大好きな人でいい。あ、そうしましょう、うん、この人好きっていう人、うん、あ俺分かった一瞬で分かった。もう大好きな人って言った時点でも分かった、はい、本当に。え、誰三尾さんじゃない。あ、正解もう好きな人でいいって言った瞬間、あ、もう絶対三尾さんだと思った。そうだね、そうそう、うん、普通に仲いいですよね。そうだね。真面目な話とかするんですか。真面目な話はねそこまでしないかな。三尾さんがさ、あの好きじゃないもんね。飯っこ食いに行っても、うん、サッカーの話しても、いやいやいや、やめようやめようやめよう、サッカーしてない時はサッカーの話やめようって言うもん、あの人。三尾さんを一回飯に誘って一対一でちょっと話してみたいなっていうのは、普段そんな機会ないから。まだやったことないですか。ないないない。ってかある。これ三尾さんももし見ちゃったら、うん、ダメじゃない。来ると思う。多分来ないあの人。聞かせてください、うん、その二、うん、人で行って何を話したっていうか。うん、もな、いっぱいいるんだよな。一番って言う。そうですね。まあでも強いて言えばやっぱ近瀬になっちゃうかな。だろうね。一番、うん、そう思った。そう。なんかもう、まあ、長いしね。シュート君とか来る前に、うん、もうどこ行くにも一緒にいたんですよ。あ、そう。寮だったんですけど、うん、最初車なかったから、うん、まあ、送ってもらって、練習終わって、うん、あの寮で飯食って、うん、じゃあお茶しに行こうっつって、うん、二人で行って、何話すわけでもないけどとりあえず一緒に行って。話すことないのにとりあえず2人でいる、うん、一緒の空間にいるみたいな。でも多分それ本当に仲いいからできるんだろうね、うん、そうね、何も喋らずにいられるっていう。近瀬さんの部屋に行き行って2人でまたゲームし、ま、気づいたら2人で、うん、ゲームしながら寝てて、うん、で2人で昼寝するみたいになってで、まあ、ちょっとこう夜飯の間にはちょっとこう時間があるんで、うん、まあ、1回俺は部屋に帰り、うん、でゴロゴロして夜飯食い終わったと思ったら、もうカラオケ行こうぜっていう誘いがあり、夜カラオケ行きの帰ってきて一緒に風呂入って寝る。それ週何でやってんの。週 2,3 回ありましたね大悟くんに、うん、お前らマジでできてるだろってめっちゃ心配された。風呂入るのも一緒だったんですマジで。それすごいね、うん、なんか一人でいようっていう時間よりとりあえず近瀬さんといいよ、うん、でオフの日はなんか一緒にお買い物行こうぜっつって、例えば東京とかの服屋さんとかも全然知らな、うん、分かんなかったから近瀬さんに連れてってもらって、へえ、プロ生活を近瀬さんに作ってもらったみたいな感じでした、ね、常に一緒にいたわけだ。もう頭が上がらないみたいな。なるほどね。じゃあ次いきます。小笠原光雄という存在は、これね、大好きな三尾さんのね、習得にとって、まあ、恩師が一緒で、そう、斉藤先生が、まあ、三尾さんも大船渡の時に、教えてもらったと思うんだけど、かぶ、うん、ってはいないですか。かぶってはいない、うん、けどもう存在がもう、まあ、もちろん J リーグでも活躍してたし、だから三尾は三尾はっていつも常に言われ続けたし、もう中学校ぐらいの時に存在してたから、ね、プロ入って
まあ、やっぱナビスコとかああいう、ね、決勝のゴールとかニュースでやるじゃん、うん、やっぱそういうの見ててやっぱすごい人いるんだなっていうのは自分の中だって名前が出てくるから斉藤先生からまあ意識はするよねやっぱ。なるほど、うん、で見つけられたみたいな感じで、ね、そうそうそう、で試合とか見て、まあ、いつか自分もっていう、うん、自分身近にこういう人がいたんだなっていうのがあったから、そうそう、うん、いつかやりたいなっていう思いもあったし、そう一緒にやりたいなっていう気持ちがあって、すごいですね、それで一緒のチームでやったわけですね。ジュビロから鹿島って決まった時は、うんうん、お三尾さんじゃんと思って内心は隠そうそうそうでもちょっと隠してるみたいなまあその前からあの遠く神魂の、うん、イベントで冬会うことはあったんだけど、まあ、まあねそれとは別にやっぱ同じチームでそうやるってのはまた違うじゃん、っていう話ですかね。だからその時は嬉しい気持ちといろんな気持ちが混ざってきたっていうのは今でも覚えてるかな。え、引退決まったみたいなスルーみたいなの聞いた時、うん、いやーやっぱねいきなりだったから結構聞いたのは急だったから、そうだね、やっぱなんだろうな、寂しいっていうのが一番かな、うん、自分の中では泣くみたいなのなかったですか。俺はね泣かなかったんだけど、家に帰ったら泣いてたみたいな。いやそれもない泣きはしなかったんだけど、いやでも、まあ、でも寂しさはあった。やっぱなんかね、うん、何日間かはやっぱりね、ああやめちゃうのかっていう、うん、気持ちはあったね。そういう、だから自分の中では人っすもんね、うん、三ツ矢さんは ね、 そうね、そうそう、自分で大沢三ツ矢像を築き上げてきた人ですからね。結構怖いイメージあったの俺の中で。三ツ矢さんもちょっとに、まあまあなんだろうね、うん、東北人なのかななんかそういうとこはなんかすごい怖いイメージあって、めっちゃありました。だから大丈夫かなっていうのもあったしでもあのアントラーズ決まったってなった時に一番最初に電話くれて、そう、あの家決まったとかなんか分かんないことあったら何でも聞いてっていうのを言ってくれて、それは三尾さんもそうやっぱね、そういう優しさっていうか、あれがあったんですか、あの後輩、あ、まあどうなんだろうね、それは聞いたことないから分かんないんだけど、そう最初の練習、自主練あるじゃん、合流日の何日間か前にやるから一緒にやろうかっつって言ってくれて、そういうところね、そういうところはね、やっぱかっけえ、本当に見た目に反して優しいんですよね、伊藤さん。そうなんだよね、そのギャップギャップでもこれは多分それこそ、うん、自分に関わってる人とか、うん、こう身内だからこそなおされその優しさを出すところはあると思う、うん、わかんない、それは斉藤先生にめちゃくちゃ言われそうだね、そうだね、電話しろよって言われてたのかもしれないです。そうだね、それはちょっとわかんないけど、自発的に、うん、あのその習得のこと面倒みたいなのもかもわかんないですけど、うん、まあでもやっぱ気使ってもらって、まあ、そこはしっかりその、うん、ありがたかったなっていうのは、ね、連絡を取ったっていうのは、うん、そうそうそう、嫌だったかもしんないけど、偉大さだから、うん、嫌なことはないしさ、チームメイトになるのにね、まあでも、うん、大きい存在だったかなっていうのはね。さすがですね、大沢さんは。俺は引退するって聞いた時は本当に、うん、僕でも引退するって決めた人って、うん、多分もう気持ち変わらないじゃないですか、うん、多分、うん、だけど俺はもう変えてほしくてしょうがない、もうまだやれ、うん、ほんってまだできるでしょって、うん、フィンツさんまだやれってで、あの時に思ったってめっちゃ思った、うん、大悟君やってほしいよね、うん、逆切れしてたもんね、やれよっつってでもそういう気持ち、うんうん、まあね、でもやっぱそんぐらいね、やってほしいっていう、まあ、現役にこだわって本当にやってほしかった、まあ、それもちろん分かんないし、その三尾さんの気持ちもね、うんうん、まあね、分かんないし、いろいろな葛藤だったり、うん、こういろいろ含めて決めたことだったから、うん、でもやっぱり第三者のこう、ね、気持ちからするとそういう人がやっぱ もちろん多いと思うよね、うん、まあでもいろんな人が多分いろんなこと思っただろうね、三尾さんが辞めるってな、ね、出た時にっていう存在です、三尾さんは。はい、リクシルスポーツダリレー、今日はここまでです。今日はどうでしたか、いろいろ話してれて、あ、ちょっと噛んじゃったからもう一回それこれも使うんですよ、ダメダメ、こういうのがあのこのリクシルスポーツダリレーのいいところですから、まあ修斗君も
これ次 MC やるんだからねちゃんと頑張ってくださいよ。オーケー。あのただ多分今日この回はもう1日の喋る量をもう超えてる超えてる余裕で超えてる。もう疲れた。ここら辺疲れてるもん俺。オーケー。ゲストを考えておいてください。オーケー。はい、じゃあ終わります。あ、終わり？マジで？またね。またね。